なんとかここまで抜けましたね。すごいね、これ。すっかりもうセンター、錆びついちゃって。いやいろんな工夫が見られますね。フォーク、これ使い棒して。引っ張ったら、フォークリフト動いちゃったんだよ。やっぱこれが一番優しい抜き方ですよね。サポーターかけて。いや、なんてことない、フーラーかけれればね、これでっかいやつ、あれば、まあジャッキとこのレバーブロックでゆっくり、バカでっかい本当プールあればもっとスマートに完結するんでしょうけど、いやーよしと、スコーンっていきそうな雰囲気もありますよね。スコーンと置くとお金な。やったー。ざまみろ。よいしょ。いや、なかなかの時間がかかりましたね。激戦数国ってわかる。これ何の修理なんですか、ちなみに。これブレーキ、ブレーキのホイールシリンダーの交換ですね。あ、それがシリンダー。エア抜きブリーダー折っちゃったらしくて。折っちゃった。ええ。折っちゃったつか、エア抜きしようとしたの腐っててもう回んなくて。いや、そのシリンダー交換だけなんですか。そうっすね、もう。もう行った時にもう亀裂入ってもう取れる寸前だったんで、ナット溶接したりいろいろ炙ってみたりしたんですけども、全然ダメで。いやー、よかったー。よいしょ。あ。うん、山潰れてない。よしよし。ああ。よいしょ。ライニングは十分だ。よかった。本日のハイライトでは、今部品を持ってきますね。あ、よかった。これ純正なんですか？これ純正部品です。ドミックジャパン。まあ、でもうっすら見えますけど、三菱純正部品ですね。ああ。そっちにゴミついてね。よし。問題はこれを縮める方が。
しよ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 しはい。あちゃ、入りました。いつ割らなきゃ。スコーンっていきそうな雰囲気もありますよね。スコーンと置くとお金な。来たー。